まあ、アイルベーダというのはやはり非常に幅の広い、インドの倫理道徳を含む人間を形成するテクニックというものを習得するための一つの方法だと私は思ってるわけだけれども、あらゆる社会における現象についてその判断力を持たなきゃいけない。その一面においては宗教的な要素も十分含まれる。だからもともと日本には仏教があり、神道があり、道教があり、そして儒教というものがありですね。それらのいわゆるトレーニングした指導者が社会一般の問題を警察だ検察だ裁判所だというものに代わってですね、彼らが相談に乗り、そして善悪の判断をし、そして裁きをするというのが日本の長い歴史の中で行われたことである。だから倫理道徳なきところに法の存在がないという、法よりも大事なのはそのものの心構えである、倫理道徳である。まあ、そういうことでこの古川先生にはいろんな意味で、皆さんが相談されるわけです。今日は中島由美さんと会津若松出身でシステムエンジニアを5年やった人がシステムエンジニアを辞めて次の人生をどの方向へ向かっていこうかということで古川先生に質問したいということですから、まあ遠慮なく質問してください。はい、よろしくお願いします。そうですね、学生時代はずっと、まあ、地元で過ごしてきて、で就職で東京に出てきたんですけれども、で、まあ、5年間システムエンジニアと として、まあ、働いて、で、まあ、東京の方々いろんな方々と知り合うことによって、まあ、そうですね、いろいろ、まあ、学ばせていただく機会も多くありまして、でその中で、そうですね、いろいろな方からお刺激を受けるうちに本当に自分の人生このままでいいのかなっていうのをちょっと考える機会がありまして、ちょっとシステムエンジニアは違うなということで辞めて今に至るんですけれども、まあこれからそうですね、こう何かまた新しいことをしていきたいなとはという思いはあるんですけれども、こうそうですね、自分の中でいろいろ何をしたいかなとか自己分析をしてはいるんですけども、こう何をするにしても、まあ、ちょっとそうですね、こう自信を持ちきれないというか、こうできるかなとちょっと思い切りがつかない部分がありまして、でそこを、まあ、自分のメンタルのブロックになってしまっているなっていうふうに感じてはいるんですけれども、なかなかこう自分でそれを解除しようと思ってもこうなかなかうまくいっていない状況 でそれ、まあ、いきなりは変われないかなとは思ってはいるんですけれども、それをもっと前進させるために、うん、こうどうすればいいのか何かアドバイスをいただけではなと思います。はい、わかりました。あの今お聞きしてて、その今ね若い人にそういう同じこうフィーリングというか感覚を持ってる人がねすごく多いと思うんですよ、うん、で極端に言えばもう部屋から出れなくなって引きこもってる人たちっていうのはそう一歩踏み出せない、でそれはやっぱり恐れがある、うん、で二通り恐れがあると思うんだけれども、まず外に出ていくためには自分が変わらなきゃいけないでしょ、うんね、まあ、もちろん自分は変わろうと思ってるでしょうけれども、
こう変えられないっていう、ね、本当に鬱だったらこう何もできなくなりますからね。だから本当に変わらないと。でまた変わるっていうことでその変わる環境に行くっていうことはまた恐れがあるわけね、うん、だからその自分を変えるっていうことはその新しい自分になるということで、その今いるところがむしろその安定してるっていうふうにまあ考えてしまうとね、今いるっていうか要するに過去の自分ね、で過去のその延長上の自分で今いるっていうところにいたら変わらないわけでね、あのでもそこで変わるっていうことがまたこれは私たちにとって必要なわけね。でこれは変わらなきゃいけないというよりもそのもう天地万物もう全てのものは変わってるわけで、うん、じゃあそれを変えてるのは何かっていうと一つは、環境なわけです、ね、環境が変わればいろんな生物は進化しその環境に適応するってことをね続けてきたわけで、まずそれは今私たちもその今この現実にいて環境が変わるってことを通じて自分も変わる、ある意味変えられる面もありますよね。それともう一つはその総さんも言われた内在しているね変わるというその、まあ、欲求、成長し続けるっていうその欲求があるわけね。でそれはもう宇宙的な、まあ、私たちがこの世界に誕生した生命に宿したもう根本欲求なのでそれは逆らえないよね、うん、でその逆らえないその欲求のもとに達すればそれはおのずと変わっていくんですよ、ね、だからそのもとにその自分が意識が開けばねそれはもう自動的に変わるわけ。じゃあどっちがいいかということね、まあ、それはあの生きてると両方必要なんですよ、ね、その元をたどって本当に自分の深いそういう雑念もないそういろんな概念というものを超えた世界で自分の成長欲求っていう世界にこうたどり着くっていうのはまあ簡単、まあ本当は簡単かもしれないけどもそれが簡単にできたらもうやってるわけでね。だからそれがそのなかなかできないというところに入っていくとまあ普通にはちょっとそれは迷路になってしまう。要するに自分探しってあるでしょ。自分探しの旅って言って自分を探してる人が結局その迷い続けちゃう。つまり自分を探すっていうことは自分の平安の場所を探そうとしてしまうんですよ、恐れのない世界。だからそこからパッと奇跡のように自分が変わった時に自動的に変われる自分っていう世界がやってくるってことを信じてしまう。でそれは確かにそういう世界はあるんだけれどもそれを探すとねそこに行かない。つまりその自己を改善するっていう根本欲求というかその成長の欲求っていうのは今この時点この瞬間にあるので探すっていうことによって去ってしまうんです。だから探しちゃいけないってことなのね。じゃあ見つけるっていうことをどうするか、今気づけばそこにあるわけ。例えばご自分の中にねその細胞60兆ある、ね、で人間の細胞っていうのは分類すると274種類あるって。で全部の細胞はちゃんと役割を分かっててその役割を実現するためにその働いてるわけね。でその細胞は他の細胞のために働く、他の細胞もまた他の細胞のために働く、お互いがその細胞の中でねその情報のやり取りをし必要なものを供給しっていうことで生きてるわけで、その元にあるのは、まあ、宇宙の本当に根本的な先ほどの成長欲求というかその進化し続ける欲求があってね、だずっと見ていけばそれは細胞の中にある、本当にコアにある遺伝子、ね、あるいは万能細胞と言ってもいいんですよね。もう何の役割も持たない細胞だけれども全ての役割というものを作り出すっていう大元の能力を持った細胞なのね。だからもう現実その細胞が働いて今ここに存在してるしね、またもう誕生に至るまでのねそのこの歴史っていうのをたどればもう奇跡のような成長の歴史があるわけ。だからその大きなその成長というものを担うその力というものを今ね感じればいいんですよ。じゃあそれ感じるためにはまずどうしたらいいかと、ね、そこにフォーカスするってことね。でそれのために環境を変えるわけです、ね、探さないで、ね、その環境に動けばいい。探してると見つからないから、ね、その自分の心の中探しても見つからないし外に探してもただ探すだけになっちゃうんだよね。まずは今いるところから最初に動けるところに環境を移してそこに移った時にその目の前の人のために自分を道具にしてその人たちにエネルギーを与えるっていう、
元気を与える何かを見つけてそれに入ればいいの。それが成長の一つの原動力なの。それ細胞がやってることと同じだから。だから細胞が一番近い細胞にやってることを実際に今やればいいわけ、ね、だから今ここにいてこの場所の中でエネルギーを与えることもできる。声出すだけでも細胞に振動を与えてね、元気出すこともできる。だから遠くのことじゃなくてね、今ここにあることを意識するっていう、そこから始まるからね、はい、でもし見つからなかったら、まあとりあえず外に向けて外散歩する、ね、そう自然とこう意識の交流をして、その歩くっていう一番人間にとって基本的な、行動の第一歩をするっていうことね。それからもう一つは明日の朝から早く起きるっていうこと、起きてその自然のその、まさに自分と自然が向き合う最長の成長期というものを太陽から感じるということ、まあ、それはできると思う。だからそういうところからスタートするとね、もうあれこれ考えなくてもおのずと自分の中に何をすればいいかっていう答えが出てくる。やってみてください。はい、ありがとうございます。まあ、今のおっしゃったことは全身全霊をもって前向いて努力するということでしょう。頑張ってください。はい。はい。